グスタフ・クルップ、1931年、グスタフ・クルップ・フォン・ボーレンウント・ハルバッハは、クルップ家の第四代当主で、ドイツエッセンの石炭、鉄鋼、兵器コングロマリット、クルップの会長を務めた。ハーグで働くドイツの外交官、グスタフ・フォン・ボーレンウント・ハルバッハの息子として生まれる。彼も、また外交官となり、ワシントン、北京、バチカンで勤務した。 1906年10月に、クルップ家の女子相続人、ベルタクルップと結婚した。彼女の父でクルップを経営していた、フリードリヒアル・フレート・クルップは1902年、彼女が16歳の時に新聞に同性愛の集文を報じられて自殺した。この結果、クルップ社は妻マルガレーテと娘ベルタが共同で経営することとなった。フリードリヒアル・フレート・クルップに、 男の子がいなかったことを心配したドイツ皇帝ビルヘルム2世は優秀な外交官であるグスタフを彼女に紹介した。彼はグスタフクルップとなってクルップ家に入り1909年クルップ社取締役会議長になった。第一次世界大戦会戦前夜同社はドイツにおける重火器製造に関する事実上の独占権を持っていた。戦争初期には一時的に 海外市場への販路を失ったが、その後のドイツ及び中央同盟国から武器需要の増加によって利益を得た。なお、当時の同社の代表的な製品の一つにリッケベルタと呼ばれた重流弾砲があった。このベルタという故障は妻ベルタに由来するというのが通説となっている。第一次世界大戦後のベルサイユ体制はドイツにおける兵器製造を禁止し、クルップ社も 大きな打撃をこむった。そのような状況をしのぐため、同社は経営を多角化し、農業機材や車両その他の一般消費材を生産した。当時、クルップ社及びクルップ一族は戦争で得た利益のために、ドイツ内外で広く批判されていた。しかし、密かにオランダ及びスウェーデンで子会社を通す形で大砲製造に取り組み続けた。その後、 1930年代には再び外国の子会社を使い、戦車と潜水艦の製造をも再開した。一方、グスタフ・クルップは1921年から1933年にかけてプロイセン州政府の最高評議機関であるプロイセン国務員のメンバーとなっていた。また、彼は1933年までナチスには反対の立場であった。ナチスは、 彼の指示を取り付けるために、政権獲得後は、クルップ社の労働組合を強制的に解散させる、そして、ドイツの再軍備で軍需が増えることにより、彼の会社が利益を得られるなどと説得した。結局彼は、ナチスの説得を受け入れ、ドイツ工業連合会会長を及びナチスの政治資金、調達組織の議長を務め、ナチスを助けることとなった。 第二次世界大戦の間、クルップ社は、軍艦、潜水艦、戦車、軍用トラック、重砲などを製造した。クルップ社が建造した80センチメートル列車砲、シュベーレグスタフは会長であった彼の名に由来する。また、非戦領国国民や、強制収容所の収容者に強制労働をさせ、情け容赦なく彼らを扱ったとされる。戦後のニュルンベルク裁判の審理によって、 約7万人の強制収容所犠牲者がクルップ社による国使で死んだと推定されている。なお、クルップ社はアウシュビッツ強制収容所の近くでヒューズ工場を持っていた。グスタフ・クルップは1939年頃から健康を害し、さらには1941年には脳卒中で体が部分的に麻痺するようになった。しかしながら1943年に クルップ社の経営を息子のアルフリーとクルップに正式に譲り渡すまで彼は表看板であり続けた。ナチス政府はドイツの軍備にとって死活的なクルップ社を相続による売却や解体から守るため1943年にクルップ法を制定しグスタフ夫妻から息子への相続にあたり税金を支払わなくても済むようにした。 グスタフはチロルで西洋生活に入った。連合国の勝利後、1945年に改定したニュルンベルク裁判において、グスタフ・クルップは一旦先犯として起訴されたが、すでに高齢で寝たきりだったことなどを主たる理由として、打ち切られ、起訴が取り下げられた。ただし、息子のアルフリートをはじめとしたクルップ経営陣に対しては、ニュルンベルク継続裁判の一つ、クルップ裁判で、 戦時中の活動を問われている。その後は1950年に西洋先のオーストリアで死亡した。ありがとうございます。